皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はね、ビーレジェンドプロテインですね、こちらのね、ナチュラル風味を使ったプロテインのね、ラーメンがある愛知県の豊橋市ですね、ラーメン魚屋さんにこちらのね、ビーレジェンド校でやってまいりました。早速ね、プロテインラーメンがね、お客様に提供されているっていうことなんで食べていきたいと思います。それでは行きましょう。しまいます。あ、これですね。2021のプロテインが入ったこちらですね。とこちら買っていきたいと思います。よいしょ。ですね。まあ店内に入ったんですけど、ものすごくあの魚介のね、いい香りが漂っております。今からラーメン食します。楽しみですね。はい、プロテインラーメンが届きましたんで、早速食べていきたいと思います。スープが思ったよりやっぱりドロッとしてます。いただきます。ぜひ皆さんも。うまい。あれですね、ラーメンというよりかはどちらかというとあのカルボナーラとか、あれに近い感じで、カルボナーラみたいな、ちょっとミルクっぽくて麺にね、すごく絡みますね。魚介もしっかり効いてて美味しいですね、これ。うん。あのプロテイン感ってどうなのかなってすごい気になったんですけど、正直言われなければ全くわからないと思います。普通にうまい。ラーメンを映してたんですけどね。ガチで美味しいです、これも。まずね、1店舗目、魚屋さんね、しっかりと食してきました。でね、こちらの方ね、今東海麺友会の方でね、やってるこちらのね、スタンプラリーのカードをもらって、こちらね、今からね、1,2,3,4,5 店舗全部ね、回って今日中にね、全部集めていきたいと思います。それではね、次のお店の方に行きましょう。レッツゴー。はい、2店舗目の、豚そば銀屋さんですね、やってまいりました。でね、早速ね、こちらのね、銀屋さんでプロテインラーメン食べていきたいと思います。じゃあ行きましょう。ちょっとこちらでね、しっかりと、これですね、クリーミーなピリ辛漬け汁に、あ、プロテイン 20g 配合ですね。よし、これマッチョ嬉しいですか。早速麺からちょっと行かせていただきます。最初いただきます。はい、どうぞ。僕の勝手なルールなんですけど、まず麺だけでいただくという。あ、めちゃめちゃ歯応えがあります。いいですね。でね、この漬け汁の中にこちらのビーレジェンドプロテインナチュラルが、やっぱクロスプーン1杯分ですね、 20g 取れるようになっております。いただきます。
うまっ。あのミルク砂糖で上にピリッとしてるね、ピリ辛のこれですか、ね、すごく何ですか、バランスがいいですね。あのまろやかさと何ですか、ね、で辛みとで酸味もあって絶妙なバランスです、ね、これマジでナチュラルに入ってるのかな。ごちそうさまです、ビタそばラーメン銀屋さんのね、ラーメン2食目ですね、完食いたしました。引き続き3店舗目、和田屋さんに行きたいと思います。せい、皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。染田さんがお腹いっぱいになってしまったので、代わりに堀がこの和田屋さんのプロテインラーメンを食べたいと思います。では行きましょう。気まぐれ麺、じゃあいただきます。よろしくお願いします。私食レポはしたことがないので、美味しいしか食べない。めちゃくちゃ美味しそうです。これ見てるの、結構辛いです。確かに。ジュニアさんと、丸八さんとか。あ、そうです。丸八さんから言って、結構、やってて、丸八さんって、次は。めっちゃ美味しい。次は丸八さん。どうした言えない。美味しくて。染みてます今、もう染み渡ってますね。染み渡ってる。何時間我慢したか。麺が太麺で。でスープがかなりこってりしてるんで麺に絡んでですね、でプロテインが牛乳由来のタンパク質なんで、すごいクリーミーな感じになってます。例えると、まあ、先ほども伺ったんですけどカルボナーラですね、はい。カルボナーラみたいな感じで和風なんだけども、プロテインが入ることでちょっとクリーミーになってカルボナーラみたいに、すごい美味しいです。新感覚っていう感じです。麺もこだわりの太麺なので、名古屋ではこの若輩麺のラーメンを食べれるのはこの和田屋さんだけみたいです。もちもちですごい美味しいです。ちょっと味わって食べさせてください。
ラーメン食べれるんで。チーズとかで思いっきり消すから本当に。こちらお待たせしましたね。ありがとうございます。チーズリゾット、はい、どうぞ。わ、すごい。しっかりチーズ。焼いた匂いが、はい。チーズの香ばしい匂いが。麺を食べた後はこういう楽しみもうちはついてますので。いや、すごいです。はい、これは二度美味しい。そうですね。スープにプロテインが入ってますよね。だから最後までしっかり。まだね。ごちそうさまでした。完食です。和田屋さんであの B レジェンドとコラボのプロテインラーメン食べてきました。スタンプ3つ目ゲットです。あと残す2店舗ですね、向かいたいと思います。せーの。